こんばんは、スーパーハイリグ女子の淡路ちゃんです。はい、このチャンネルでは毎日私の好きな作品を紹介しています。言い間違い、認識間違い、忘れていることめちゃくちゃ多いので、よかったらコメントで修正や補足、をくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今週はアニメ映画を紹介していこうと思って勝手になんで、今日紹介する作品はサマーウォーズという作品です。あのめっちゃ好きな作品の一つなので、あのおすすめですもうね、見てくださいよろしくお願いしますっていう作品ですね。はい、違います。合ってるんですけどちょっと違う、まあそんな感じですよね。でもめっちゃね面白いし、作画もね綺麗で、田舎に行きたくなったりする作品ですね。はい、で、内容としてましては、主人公のね、ケンジ君っていうキャラクターが高校生なのにプログラマーっていう、すごくないですか。もうすごい作品で、もうすごい作品で、プログラマーで、でプログラム、ね、オズっていうなんかサイトの保守点検をしているっていう、もうね管理人なんですよ。もう超すごくないですか。すでにめっちゃスーパー高校生がいて、でその人が憧れのね先輩ヒロインですねの、夏希ちゃんから、バイトに誘われて、実家の方でのバイトに誘われて、でバイトをしているんですけれども、バイトするんですけども、そこでなんか悪いウイルスみたいなが出てきて、でそれと戦う作品ですね。でもなんかはい、そんな作品です。でまあもうなんて言うんだろうな、見てくださいっていう作品で、まあ最後ちゃんと勝ちで、そうみんなが見守ってくれて、あのみんなの力で勝つ感じの作品です。あとね、私的にはあのサマーウォーズも大好きなんですけれども、あの細田守監督作品で言うとね、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームっていう作品がありましてですね、この作品しかもアマプラで無料で見れたんですけど、めっちゃ面白いんで、これもちょっと似てなんかデジモンアドベンチャーってデジモンデジタル空間に自分たちが行くんですけど、その後の作品で、まあ、デジタル空間にあのデジモンたちはいて、なんか自分たちは見てるんですけど、まあ、最終的に入っていくんですけど、あのはい、見てください全然おすすめできてないくて申し訳ないです、すいません。でもあの面白いですよね、はい、っていうのと、スマホーズも面白いけど、時をかける少女も面白いし、なんだっけな、狼子供も面白かったですよね。狼子供も面白かったし、未来の未来も面白かった、化け物の子も面白かったですね、はい、でもなんかやっぱりちょっとサマーウォーズが一番ちょっと近代的っていうかね、ちょっとデジタル空間での、勝負だったんで、特に全部面白いです、全部面白いんで全部見てくださいはい、全然おすすめしてないんですけど、最後にちょっと自慢をすると、私この細田守監督っていう、もうスーパー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 すごい人なんですけど、あの私一緒の高校出身なんで、なんか高校出身の偉人みたいに書いてありましたね、はい以上プチ自慢でした、はい、あのよくあるねせいなんでね、はい、という、以上です。全然ね、結局まあ、何言いたかったのって感じなんですけど、もうめっちゃ面白いし、 でもそう、このねあの作品見て思うのは、もうねパソコンみたいなパソコンみたいな、2009年度のあのサマーウォーズ2009年の作品なんですけど、あのパソコンってこんなんだったなみたいな、なんか思うし、でもそうですね、パソコンもですし、そうね、あのモニターみたいなになって、もうね、もうすごい時代を、すごいね、パソコンって今すっごい薄いじゃないですか。今私が使ってるパソコン、いつも使ってるやつとかめっちゃ薄いじゃないですか。もうね時代を感じますよね。
すごいすごい、そういうので一番あってならせてもらう作品かなって思います。でもその時代からやっぱりね、うん、デジタル世界っていうのをねあってね、作れる人には作れる、ちょっとまあちょっとね、まあ誇張してる部分はめちゃくちゃいっぱいめちゃくちゃいっぱいめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、でもねすごい面白いのでぜひ見てください。だいたい見たことあるかと思うと思うんですけど、はい、以上です。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。あと田舎に行きたくなります。